今回はね、フランカーファミリーの4つ目やっていきたいと思います。どっちにしようかな。こっちにしようかな。じゃあね、開封していきたいと思います。いつものミントガン。グレーのね、もう一つのカラーリングのね、機種が出てくれればなと思うんですが、どうですかね。ん？かぶりかな？かぶりではないけど、また空系の迷彩だね。上面がこんな感じ。前作ったね、空系の迷彩がこんな感じ。ちょっとカラーリングが違うよね。あと、あれかな？もしかしたら複座仕様かな？うん、複座仕様っぽいですね。グレー系の入ったね、迷彩になってますね。で、仮面は相変わらず、こんな感じ。で、まあ、この辺は別に変わり映えしないですね。翼面がこんな感じと。やっぱりグレーの入ったね、迷彩になってますね。じゃあね、早速台座から組み立てていきます。出来上がりと。で、残りの部分はね、タミヤの流し込み速乾タイプ。これがね、一番使いやすい。特に塗装済みのキットなんかだと、塗装をね、傷めることなく素早く作れるんでね。まあ、接着剤はね、本当種類たくさん持っといて使い分けるといいと思いますよ。自分はこのプラ系の接着剤、瞬着とかは使ってないんだけど、プラ系の接着剤はタミヤのね、各種持ってます。リモネンだけ持ってないですね。リモネンもね、あれ使いどこによってはいいみたいね。まあ、ここからね、ちょっと時間かかるんで、毎回ね同じになっちゃうので、少しスキップして、今回は後半を移していこうかなと思います。ちょっとね、散らかってて申し訳ないんだけど、じゃあね、パーツね、だいたい切り出して、まあ軽くね、はまんないとことかはサンドペーパー当てたりとかして、全体がつくようにしました。で、まあミサイルはね、もうただつけちゃうだけなんで、ミサイルはつけました。じゃあね、早速組み立てていこうかなと思います。しっかりと差し込んで、流し込みをちょんとちょんと、でちょんちょんちょん。で、そしたらこれつけようかな。で、ここまでつけたら、ちょん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 、ちょっとキュッと押さえといてあげると。まあ薄いパーツとかだとね、多少反りがあったりとかしてもね、少し押しといてあげれば大丈夫ですね。で、あとはこれだけだね、パーツが。やっぱりね、つけられる状態までやっといてから組み付けると早いですね。
OK と。そしたら上面だね。これまたカラーリングがねあるんで、左右で違うんでね、左右間違えないようにつけて、OK、 とりあえず完成。じゃあね、また例のごとくピトー管とノーズコーンっていうかね、レドームなのかな、は後でつけるとして、デカールね貼っていきたいと思います。で、まあデカールがねこんな感じねと。今回はね割と構成がシンプルかな。使わないのが6番と7番の1個だけかな。まあ、とりあえずね切り出していこうと思います。こんな感じでね切り分けできたので貼っていこうかなと思います。ティッシュと綿棒、やっぱりねこの間は目の前に綿棒ありましたね。で、どこから貼っていこうかな。71かな、これから貼っていこうかな。毎回恒例ねデカールのりで、まあ、こんな感じと。そしたらドンとしてコロコロと、だいたいねデカールの位置のあたりを見て、どのラインに対してまっすぐなのかとか、あとは位置ね、この前後の位置、上下の位置っていうのを見て、まあ印象だけどね結局は。で OK と。そしたら次これか、これね、これ裏のね見えてる白い部分があるよね、これがなくなったら水から上げて OK。 なくなったよね。であとは置いといても、しばらくするとねデカールが浮いてくるんで、それで OK と。で OK とドン、これこれでずれてねくっつけちゃった時は、たくさんねしっかりあの綿棒に水分をつけて、近くでねギュッて押してやると絞ってね水が出てくるんで、それに浮かせて動かしてあげて、必要だったらねもう一回ピンセットで挟んでね、あの糊を貼り直しても塗り直してもいいですけど、まあ大体はねそのまんまもう一回きちんと水分を取ってあげれば大丈夫という感じかな。時々ねやっぱりずれちゃうっていうこともあるから、そういう時はねしっかりデカールをもう一回浮かすっていうことを考えてやるといいかな。いくら水分がねついた綿棒でやったとしても、密着してるデカールをこすればねそれは破れたり伸びちゃったりするので、ドン、ここ OK と。じゃあこの辺りでね一旦スキップしようかな。じゃーんと貼れましたね。まあ今回はねデカール少なかったんで、そんな大したことはなかったかな。であとはノーズコーンとピトー管と。でまたねここ入らない上に曲がってるよと。やっぱりあれなんだろうな、こういうプラモデルでもそうなんだけど、こういう細いのはさ切っちゃって真鍮線にした方がいいんだろうねと思うけど、さすがにそこまでやらないです。いずれはねやりたいけどね、道具は別にあるんだよね。もともとそのプラモデルの道具よりも普通の一般の工具の方を持ってるからさ、真鍮線を切ったりとかっていうのは問題ないんだけど、入ったね。またね例のごとく
ぼかして突っ込みました。でピトーカーはねこれでつけようかな。別にね速乾でつける意味はないんだけど、まあいくつもいくつもね接着剤出すのもあれなんで、で流し込みをちょんとちょんとで OK かな。うん OK。 そしたらね最近毎回恒例だけど撮影ブースにね入れてみようかな。じゃーんとこんな感じと、まあライティングとかがねもう一つもうちょっとどうにかなればなっていう気はするんですが、まあ、まあまあこんな感じで今撮ってます。まあうん綺麗にねついてるんじゃないかな。多少隙間が空くところとかはあるけどね、まあこれ以上詰めようと思うとなかなかね難しいんであれなんですけども、まあでも綺麗にねできたんじゃないかなと思います。まあ144/1っていうことでねこんなぐらいの大きさなんだけど、比較のものがないね。比較すると速乾とね比較するとこんな感じと、まあまあプラモデルでもね小さいものだと144/1っていうのあるんで、まあまあそれなりのね大きさにはなったかなと思います。で逆にねこれぐらいの方が飾りやすいサイズではあるかなと思います。これ以上ね大きくなっちゃうとねプラモデルとかは結構どこに飾ろうかなっていうの迷う部分もあるのでね、まあちょうどいいサイズじゃないかなと思います。で今回出たのがね空系の迷彩なんですけど、ロシア空軍第14新鋭戦闘機航空連隊っていうことですね。まあ結構かっこいい迷彩じゃないかなと思います。で前回だっけ、この間ね出た空系の迷彩っていうのがどこに並べようか、ちょっと並べるところがないけれどこんな感じと、前のやつはね結構シンプルな感じだったんですけど、今回のはねグレーも入って結構ねかっこいい感じのね印象になってますね。でコクピット周りもね黒になってるんで、なんか引き締まった感じがしますよね、印象がね。ということでね今回はここまでにして終わりにしようかなと思います。まああとねもう一個あるのでまたね開封動画作りますので、よろしければねチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。まあもう一つのねグレーのカラーリングがね出ればいいなと思います。ということでねこの動画面白かった、また見たいっていう方はねグッドボタンとかチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。コメントの方もねいただけると嬉しいので気軽に書いていってください。